こんにちは、エルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日も糖尿病性腎症の話をしたいと思います。テーマは表題に書いてある2つです。早速始めていきましょう。今日の問題提起です。1つ目は、尿アルブミン・クレアチニン比を正しく理解し、腎症の何期に相当するか分類できるかどうか。2つ目は、腎症の発症や抑制に関連していると現時点で考えられていることを正しく理解しているかどうかです。表題の問題ですが、尿アルブミン15、尿クレアチニン200の時に腎症第何期に相当するかの計算に関しては、ここに書いてある通りに計算を行うことで 75mg グラムクレアチニンと計算されます。下の表を見てみると、腎症2期、4期、5期のいずれかというのが答えとなります。一応、ミリグラム、グラムクレアチニンの話をしておきますが、これは1グラムのクレアチニン換算で何ミリグラムあるかどうかということです。つまり、1デシリットル中に200ミリグラムということは、5デシリットル中に1グラムということです。アルブミンの方で見てみると、5デシリットル中には75ミリグラムとなります。5デシリットルというのはクレアチニンで 1g に相当することが分かっていますので、75mg グラムクレアチニンということと言い換えることができます。実際には頭の中で 15×5 を計算するのが早いです。さらに細かい分類においては eGFR が必要になります。前回の話ですが、尿アルブミンが陽性なので、この場合には尿タンパク定量も提出すべきだと思います。持続性タンパク尿に移行した場合に、第3期以降の診断とすることができます。次に、腎症の発症予防や進行の抑制に重要なことについての話をします。まず、腎症の発症や早期腎症の進行を抑制するために、血糖コントロールが重要です。つまり、糖尿病を治療するということです。SGLT2 阻害薬や GLP-1 受容体作動薬は、血糖コントロールと独立して、腎症の発症や進行抑制に寄与する可能性があることが示唆されており、海外ではそのことを踏まえたガイドラインの作成が行われています。日本ではそこまでは至っていません。また、腎症の発症や進行を抑制するために血圧コントロールが重要です。血圧の薬は複数ありますが、腎症の発症や進行を抑制するという観点からは、ACE 阻害薬と ARB が第一選択薬です。具体的には、アルブミン尿の減少や腎機能障害の進行抑制効果が示されており、微量アルブミン尿機機構で特に有用です。その他、フィブラートやスタチンといった脂質異常症の治療薬は、腎症の進行を抑制する可能性があるとされていますが、現時点での根拠は不十分なので、積極的に進められるという状況ではありません。そして、これが2つ目の答えになりますが、腎症に対して食塩摂取制限を行うことが有用です。ただし、具体的な目標値については、現時点での根拠不十分であるため、定めないということになっています。一般的には、高血圧の治療に準じて、6g 以下の指示が入ることが多いのではないかと思います。その他、健性腎症期以降の腎症の進行抑制に、タンパク質制限が有効な可能性があるという話もありますが、これに関しても、現時点での根拠は不十分です。一般的に推奨されている、こういうタンパク制限の値に関しては、実際にはされているのかもしれませんが、その効果、根拠は不十分です。また、貧血は腎症の進行のリスクとなりますが、貧血の治療により腎症の進行が抑制されるかどうかは明らかでないとされています。最後に、腎症におけるアルブミン尿や eGFR の低下は、心血管疾患のリスクであることからも、腎症の発症予防や進行の抑制が重要であることは強調しておきたいと思います。ご視聴ありがとうございます。もし興味を持っていただけましたら、過去の動画も見ていただければと思います。チャンネル登録や動画の評価をしていただけましたら、さらにやる気が出ます。これからもよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。ではでは。